2015年5月20日、韓国ヘラルド経済によると、太平洋戦争当時、大日本帝国の武器生産を担っていた企業が、再び軍需産業に乗り出している。米金融資バロンズなどによると、日本は武器輸出規制について定めた武器輸出三原則を見直し、2014年4月に防衛装備移転三原則を新たに決定したが、こうした中、三菱重工や川崎重工などの企業が武器市場に積極的に進出している。両企業は太平洋戦争当時、日本の武器生産を担っていたことから、韓国では戦犯企業とも呼ばれる。このほか、富士重工業が防衛省との間に350億円規模の戦闘用ヘリコプター売却契約を締結。三菱電機はヨーロッパのミサイル生産企業と提携するなどしている。こうした動きは証券市場にも影響し、今月の東証株価指数が 1.2% 上昇する中、軍需企業の株価は 10-30% 上昇した。これについて、韓国のネットユーザーからは、様々なコメントが寄せられている。日本は、世界の経済大国で、技術大国だ。武器輸出していなくても、武器の製造技術は、発展しているはず。もともと技術が高かっただろうから、もっと高くなるかと思うと恐ろしい。韓国も頑張らなくては。韓国人としては日本を憎いと思うけど、こうして何十年も粘り強くやってきて最後に勝ちを取るのを見ると、見事で羨ましくもあり恐ろしくもある。こういう点は韓国も学んだ方がいい。朝鮮半島がまた日本軍に踏み荒らされる歴史が来るのか。僕たちはバカみたいだ。朝鮮王朝の末期を見ているみたいだ。韓国は日本に近づけない。そもそも韓国に未来があるのか。日本が軍事大国化しているのに、韓国政府は何の対策もなくただ見ているんだな。米国が日本の朝鮮半島支配を黙認するような状況、そのうちまた日本が韓国併合にやってくるだろう。本当に怖い。北東アジアの軍備競争が激しくなると、北朝鮮の工業が忙しくなるだろうな。祖父が若い時に徴兵を逃れて、遠く日本に渡り、当時の川崎製鉄に就職した。いつも、日本は最高だと褒めていたことを思い出す。